自分を好きになる方法は、好きになろうとしないこと。自分を愛するってのは、そのまんまでええってことなのよ。Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だす、Oh my god。よっぴたかぴよっぴかたかぴろチャララン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 チャラ悟りマスターこんなのやけど悟りを広げて宇宙の真理を得た男でございますよ。ウォウォウォつってね、なんもわかんねえんだけどもね。チャラいのに真理ど真ん中のお前ごとチャンネル、今日も行っちゃう、ヒューイゴーということで始まりました。イエスイエス、ウォ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 ということでね、今日も楽しく進めていこうかなって思うんですけども、今日のテーマはですね、自分を好きになるポーポーでございますね。自分を好きになるポーポーね。自分を好きになるポーポーっていうのを調べたことあるよって人で、こう脇の下にちゃんと手を添えて手を挙げてごらんちってね、Oh Jesus Christ ってね、ヨッピーもやりまくったやりまくったちってね。で、やりまくった結果どんなことに気づいたのかといえば、何もしなくてよかったっていうこと、無理して好きになろうとなんてしなくてよかったってこと、なんならそのまんまでよかったよってことに気づいたよっちゅってね、実はそれこそが本当の本物の自分を愛するということなんでござるでござるっていうことを、今日は最後までちゃんとよく耳の穴かっぽじって、目もかっぴらいてビューラビューンって上げて、鼻毛ボーンしてワオワオワオって言いながら聞いてね、どんなだって話なんだけども、で今回の動画を見まくと、やっぱりもうまんまなんやなっつってね、結局まんましかなかったやないかってことにさらにくつろいで、まんまみーやの今と一つになって楽ティンティンティン人生楽しめるようになるよっちゅうことで、神回だかんね、最後までよ、チェキラーっつってね、始まりました。今日はこれラーでね、ラーはこれラブって意味だからね、チェキラブだからね、そんな細かいことはどうでもいいとして、早速で具体的にスタッフさん、なんて、具体的に、進めていこうと思うんですけども、あのね、まあ、自分を好きになる方法っていうのを調べちゃったりとかするし、なんならね、ヨッピーのパターンであれば、心理学、自己啓発ね、脳科学とか潜在意識とかね、そこから引き寄せの法則、悟りみたいな、アセンションみたいなね、ノンデュアリティもまあ悟りに含まれるからね、そういったところまで傾倒して、どこまで行けば僕は僕を好きになれるのかみたいなね。でもなんなら探求の途中では、俺は俺のこと大好きって思い込んでたんだけども、その好きの裏側には嫌いが隠れてたよっていうことに気づいたわけ。だから、好きと嫌いは表裏一体っていうところね、これをまず知っておかないと、つってね、知っておけば、つってね。で、この好きと嫌いのど真ん中ね。要するに、まあ、コインで言えば、表と裏だよね。表が好きであれば、裏が嫌いみたいな。このさ、好きだけを強化しようとしたら、裏面の嫌いっていうものも、同じように、色濃くなってくる？ね？噛むよ？またね。色濃くなってくるわけ。だから、好きを強化したら、ヨッピーの、昔のヨッピーと同じで、実は嫌いっていうのを隠すためにね、嫌いと好きとこう戦ってるような状態。で、本物の愛は、好きも嫌いもどっちもええよーっつってね、どっちも大丈夫だよーっつってね、ローラだよ、ローラ。ハートの愛がピライてね、よくわかんないけど、オーケーっつってね、いーんっつってなるやつ、なるやつっつってね、それが本物の自分を愛するっていうこと。だから、愛するっていうのは、行為ではないんだよね。好きになるとかね、嫌いとかね、そういったことじゃない。すべてを包合してるっていうこと。で、この愛ね、本物の愛っていうのはどこにあるのっていうことね。これを知ってる人はもう本物の愛に目覚めてるよ。愛に溢れてるっつってね、ハートを広げて愛に溢れてるっつってね、なってるよっていうことで、このハートを広げるっていう表現もヨッピーよく使ってるんだけども、日本語だったらこれ素直になるってことね。素直ね。だからこのさ、素直な気持ちっていうのはそもそもどこにあるのって話ね、いつなのって話ね。そうすると林先生ピンね、おさむだっけ、合ってるね、忘れちゃったもんね。
今でしょってことね、もう忘れちゃったから今でしょってもういきなり放っていくけどね、今にあるんですよ。だから愛っていうのはイコール今ね、愛イコール今っていうね、これ、OK？ 愛っていうのは今なんですよね。で、神っていう言葉も実はこの愛と今とイコールなのね。宇宙もそう。だから素直になるっていうのは今この瞬間お前がどう感じてるのかっていうことをちゃんとそのまんま見てってあげるっていうことね。で、よくね、まんまを見たらいいよってよく言うじゃないですか。それこそが本物の愛であって、自分の好きだって思うところもあれば嫌いだって思うところも絶対あるの。思考はそういう解釈をつける機能だから。で、いちいちそこにとらわれてたらね、好きなところだけ見ようって言ったら、さっき言ったようにその裏面を隠しに行くでしょね。そうすると今この瞬間に感じてることを do 感じてるかっていうのを感じられなくなっちゃうわけですよね。思考でやっぱりね、抑え込もうとしちゃう。で、思考が働いてる時っていうのは感じるっていうことができなくなっちゃうわけだから、自分への愛っていうのも感じられなくなっちゃうよってことね。だからね、今日ヨッピーが話してることっていうのはこれ絶対頭では理解ができないわけね。頭は好きか嫌いかみたいなね、 Yes or No みたいな、 Dead or Alive みたいなね感じだからさ、もういつも二択みたいな、0か100かみたいな、やんのかやられんのかみたいなね、来いよ来いよみたいな、もうごめんなさいみたいなね、そんな感じね。でも本当にそうなのね。だから愛っていうのはもう今この瞬間にあるものね。それはお前さんをいつも絶えず常にね、この思考や感情や体の感覚の背後にね、背後からお前さんを見つめてる愛のね、フラットな眼差しのことだよってね。それをちょっと前ヨッピーはお前ゴッドの愛の眼差しとかって言ってたんだけど、そうするとまたお前ゴッドってどこやねんみたいな、いやだから今やねんってね、今やねんって、だから今この瞬間ってつかみどころがない、つかめないのね。今この瞬間って言ってる間にどん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 流れていくでしょ。だから愛っていうのは絶対につかむことはできないけども、今この瞬間常にあるものでございます、ファスマスって。ね。もう勢いだけだ、みたいなね。Love, love, I will 叫ぼう。I will 呼ぼう。Love, love, I will 叫ぼう。I will 呼ぼう。ってこうやって今歌ってる途中でね、パルちゃんがね、Love, love って言ってしまう。シューって、シューってなったよ。それも今この瞬間だからラブっつってね、もうよくわかんない無理やりなまとめ方してるけど、だからさ、好きっていうのを掴みに行った時点でノーっつってね、ナッシングっつってね、そうじゃないんですよね。愛っていうのは今であってね、今っていうのが神であって、で、神っていうのが本当のお前だぜってことだから、愛っていうのは実は愛の正体っていうのはお前、本当のお前そのものだべーっつってね、だべー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 っつってね、 Be my baby, be my baby, love love I will 叫ぼうっつってね、 Be my baby からの love love I を叫ぼう、そしてマリが最後にシャーってね走るっていうね、このコンボね、コンビネーションコラボレーションね、見てもらえたね、見えてないね、あ、まあええわ。だそんな感じでさ、自分のこと好きになろうってしなくていいよって話ね。もうそれだけなの。だから好きな、ね、思考で言えば好きだっていうね、思ってるところと嫌いって思ってるところ、ヨッピーだってたくさんあるからね。そうなんです。だから自分のこと大好きですとかってね、言ってる人は、まあ一生懸命そうやって言い聞かせてる可能性が高いわけ。ね。まあ別にいいんだよ。それ言ってるよ。人に言っていけばさ、信じたことがこう現実になっていくみたいなところもあるから、あ、自分の好きなところってね、もっと緩い感じがいいよね。自分の好き、自分が好きみたいなね。そんな感じで言うと、こう好きなところにこう意識を向きやすくなったりとかね。まあでもただね、やっぱりこれ方法、テクニックを使っちゃうとね、どっか変なところに行っちゃうから、やっぱりそのまま今にあるっていうのは一番だね。ね。だやり方わかんない人はこうやって乳首をこうやってやっぱり、つって、ってね、愛に溢れてるってやってるね。こうやって愛に溢れてるってやってる時は、もう他のこと考えられないでしょ。もう、わけわかめって、イカレポンティーって感じで、愛に溢れてるいっちゃうって感じになるでしょ。これ一番いい枠なんじゃない？本当にね。これね。本当今度オンラインサロンみんなでやろうからね。俺捕まっちゃうかもしれないね、こうやってね。まあまあそんな感じで今日ね、まとめますと、無理やり自分を好きになろうとしなくていいんです。なんか自分のこと好きなところを書き出すとか、
それね、本当に一過性で、その時だけ、なんで私ってこんなに私のこと好きなところがあったんだとかね。なんかそんな風にね、マインドは喜ぶかもしれないけど、表裏一体で嫌いも絶対にあって、そんなのはもう別に放っておけばいいので、思考が別にそういうね、私こういうところは私のこと嫌いなんだとか、もっとこういう風になりたいんだとか、ね、こういう自分じゃないとダメなんだとか、いろんなことを言ってくるかもしれないけど、もうお手上げしてるだけなのよ、ピーは。そうだよね、っていろいろ出てくるけど、もう万歳ってね、どんな自分でも万歳って、万歳って掴まないよってね、好きも嫌いも掴まないよってね、今この瞬間の愛と一つになってっていうのが、マンマミアの愛と一つになるってことやから、だから今なの。ね、思考が作り出している二次的な感情や、それによってね、こう、なんていうの、思考によって、疑似体験して現れる、体の感覚っていうのは、純粋な今この瞬間にあるものじゃないんですよ。でもそれも、生じてくるから絶対に。ヨッピーだって未だにたくさん生じてくるから。まんま見ていくと、ああ、これ過去を反芻してるんだなってことでまた気づくから。ね、そうするとクスって笑えてさ、またまんまの愛にこう、おーつって、一つとなれるから。ね、そんな感じで、お前は自分を好きにならなくてええよ、そのまんまでええよ、何もしなくてええよっていうことで、そのまんまのお前で、ど真ん中で、幸せな今、ね、幸せな、この瞬間っていうのを一緒に楽しんでいこうぜっていうことで、最後ご紹介いっちゃいましょうか。お前ゴッツチャンネル登録&いいねボタンよろしくお願いピまーす。今日も自分のこと好きとか嫌いとかもないよ、まったく。猫ちゃん、うん、ドゥ、ズ。はい、今日の姫子でございますね、姫ちゃん。前足しょろいてね。ああ、こっちが丸出しになっちゃった。姫ちゃん、どこ行くの？おお、どこ行くの？降りるの？おお、降りて降りた。おお、どこ行く、どこ行く、どこ行くの、どこ行くの？おお、行っちゃった、行っちゃった。おお、なになになに、お姉ちゃんがいるから来ちゃったんだね。ああ、にゃー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 言ってるわ。すっげーゴロゴロ言ってますよ。おうおう、見てください、この上目遣い。ワンワンって言ってんだよね。まるちゃんも泣いてるわ。このね、ギョロ目が可愛いんですね、上目遣いの。面白い声だね。おケツだ。あったー、可愛いねー。以上でございます。